天皇陛下の即位30年を記念した皇宮警察の武道大会が皇居で開かれ、天皇皇后両陛下が観戦されました。両陛下は昨日午後4時ごろ、皇居にある武道場斎寧館を訪れ、天皇陛下ご即位30年記念武道大会を観戦されました。皇室の護衛などを担う皇宮警察の職員が剣道や柔道の技を競ったほか、九州北部豪雨、西日本豪雨、北海道地震の各被災地の警察に所属する警察官を招いた特別試合も行われました。両陛下は担当者の解説に熱心に耳を傾けながら、白熱した試合に拍手を送られていました。陛下は会場を後にする際、整列した選手らを前に、どうもありがとうと声をかけられました。